今回は以前のしたこちらの動画で6キロのダイエットに成功した男性、3キロのダイエットに成功した女性がおられます。おめでとうございます。そんな中で逆にあれこれなんか効かないっていう人と、ないっていう人と、体が全然持ち上がらないっていう人もいました。ということで今回は手を振るデッドバグを効率的にお腹に効かせるやり方をしっかり解説します。腹筋時間はたったの1分です。腹筋が弱い場合は首や腰に力が入ってしまいます。まずは座った状態で背中を丸めながら下を向いて胸を張りながら上を向く、これを繰り返してください。スタート。首、背中伸ばしていきましょう。そもそもこの時点で背中が丸くならない人は腹筋中にも丸くなりませんから、まずはしっかりね、下を向いて背中を丸めるストレッチをしましょう。息を吐きながらですね。よーし、はい、 OK。 それでは一緒に寝ながら真似してください。このデッドバグを効かすっていう方法は腰の位置が支点にならないといけません。背中が支点になってしまうと頭を起こしただけになってしまって首が痛くてお腹に効かないということになります。なので下から体が起こせれるような方は OK。 ちょっとやってみてもらって、体が今少し浮きますでしょうか、あれ首しか浮かないよっていう人はこの腹筋効かないんです。そういった方はですね、今回は座った状態からゆっくり倒れてもらって体がなんとか持ち上げられるよっていう位置でキープして手を振ってみてください。万歳する方法もあるんですけど、今回スマホ持って手は前で振ってみましょう。これを20秒間足の力抜いて体を起こして手を振る。もし途中で倒れたら一回起きてまたゆっくり倒れてキープしてください。やっていきましょう。20秒間呼吸はふー長く吐いてください。息止めないように、スーハースーハーしないように長く吐いてください。これでお腹へこます効果が上がります。今回の腹筋メニューは手を1秒間に5回振ることで20秒間で100回の腹筋効果があります。一緒にやりましょう。それではいきます。スタート。ふーふーふーと長く息吐いて、1、2、3、4、5、1秒間の間に手を5回振ってください。OK。 今のですでに100回、これは効くよね。もしね疲れてきたらもう今の腰の支点ができなくなるんで上からやってくださいね。2回目いきましょう。スタート。200回目ゴール。あともう1回です。最後ちょっとクールダウンするんでね、それまで頑張りましょう。あともう1回いきますよ。切れない人は上から倒れてね。いきます。スタート。OK。 そしたらこのまま腰を丸めてキープしてください。あ、腹筋が弱るとね腰に力が逃げるんで腰が痛くなりますよね。これはもうねどうしてもしょうがない。あとは腹筋するときに頭やっぱり起こしますから、首がね疲れてきたら首が痛くなる、これもしょうがない。やって乗り切るしかない。じゃあ OK。 これうつ伏せです。手を脇の下について体を持ち上げてキープ。はい、これでね今使った腹筋伸ばしていきましょう。うわ、この縮めるばっかりするとね
猫背が悪化する場合あるんで、しっかりね、使ったお腹はね、もう一回伸ばしてから終わるのが大事。あ、ちょっと、よし、オッケー。お疲れ様でした。今回の腹筋メニュー、どうでしたか？最後までできたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。首や腰が痛くなるのもね、日々続けたらなくなってきます。腹筋がつけば解決してきますので、続けて、初めに紹介した方たちみたいに頑張って結果を出しましょう。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。